開発のアマチュア衛星である。2メートルバンドで、モールスの灰の繰り返しをビーコンとして創出するだけの衛星ではあったが、米ソに大国外進をかけて宇宙開発を競う中で、アマチュア無線化の手作り衛星が宇宙に送られたということで話題になり、メディアも税金を使わない衛星などとして取り上げた。当時の2メートルバンドは、まだ広く市販されたリグなどなく、 一部の技術力のあるアマチュア無線化以外は利用できる状況ではなく、また低軌道の宇宙無線通信であるから、通常の地上局間の通信に使うローテーターに、加え、行革の制御も含めた追尾が必要であったわけだが、それでも、世界の28カ国570人のアマチュア無線化からの地震報告が寄せられた。続いて1962年に打ち上げられたオスカー2号は、 本機の経験が反映されているが、基本的には同型の直接の後継機である。その後、プロジェクトオスカーは3号と4号も打ち上げた。その後狭くなっている実際のところ、大々的に宣伝される威信をかけた宇宙開発よりも本機が相乗りした本部の衛星が偵察衛星だったように、秘密の宇宙開発の方がより実際は熾烈だったかもしれない。 熱の問題は、対流による熱移動や電動によって熱を外部に捨てることができない、宇宙機ではほぼ最初の問題である。ありがとうございます。